ハインツ・フィッテラー、ハインツ・フィッテラーは旧西ドイツの陸上競技選手である。1956年メルボルンオリンピックの銅メダリスト。1954年と1958年のヨーロッパ選手権で3つの金メダルを獲得。その他、1954年には100メートルで10秒2の世界大記録。1955年には60メートルで6秒後の 世界新記録を樹立。1953年から1955年にかけて無敗を誇り、通算国際大会536勝を挙げる。当時の西ドイツは短距離が強くその中でもフィュッテラー和の強さは際立っていた。フィュッテラーは12歳だった1943年、三種競技でその素質が見出される。 この競技では240ポイントから280ポイント上げれば表彰されるものであったが、彼は314ポイントという素晴らしい成績を上げていた。フィッテラーは1949年に初めてドイツ選手権を制す。種目は総幅飛びであったが、裸足で跳躍を行うのは痛いということから、その後すぐこの競技をやめてしまう。1952年には、 ヘルシンキオリンピックの代表に選ばれる。しかし、オリンピック直前肉離れのため出場を断念した。1954年には100メートルで10.2秒の世界大記録。200メートルでは20.9秒のヨーロッパ新記録を樹立し、さらに同年に20.8秒と更新。同年にはドイツのスポーツマン・オブ・ザ・イヤーに輝いている。 1956年のメルボルンオリンピックの開催年、フュッテラーはシーズン当初から調整がうまくいっていたが、7月に東ドイツで行われた試合の100メートルに出場したところ、若干の足の筋肉の張りを感じた。そのためフュッテラーは200メートルには出場したくはなかったが、監修を失望させたくないと思い出場を強行した。しかし、ついにカーブで肉離れを起こし危険。 そのまま単価で運ばれてしまう。フュッテラーは、怪我が十分に感知しないままオリンピックでは100メートルと400メートルリレーに出場。100メートルは準決勝で敗退してしまう。しかし、400メートルリレーでは、マンフレート・ゲルマー、ローター・クネル・ザー、レオン・ハルト・ポールと共に、銅メダルを獲得した。ありがとうございます。